れ様でした。まず今日の試合振り返っていただいていかがですか。非常に相手が強いというのは分かってたので、それに対していかに、自分たちのペースに持ち込めるか、そういうことを考えて試合に臨みました。連戦ということもあり、スタメンを4名入れ替えてきました。このメンバー選考ズバリハマりましたね。まあ、結果的にはそうですけど、結果的にはそうなったと思います。それでは、もう中3日で次の松江戦が待っています。次の試合に向けての意気込みをお願いします。ホームゲーム3連戦最後ですし、シーズン終盤一つでも上の順位に行くためにも何としても勝ち点3を取りたいと思います。そういう戦いをしたいと思います。また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。和田監督でした。